今日も軽めでかなりやばい、ね、絶不調。あ、お腹痛い。いや、楽しみというかね、やばいぐらいお腹痛い。どうしよう。あ、皆さんこんばんは。いや、もう無理だわな、お腹張っちゃってるわ。あ、消えたよ、出たよ。はい、どうも、すーさんね。はい。はい、こんばんは。これだけにしとこう。消えやがった。はい、ラケさん、こんばんは。ちょっと待ってね。あれ？消えた。なんで？できないの？最悪じゃん。これで消えるでしょ。うん、消えた。予想通り。アカンドが消えた。壊れてんね、また。いや、参ったね。はい、どうも、こんばんは、ゆかさんね。お腹痛いんで、ちょっと待ってね。はい、反映した。10回ぐらいだな。うん、10回ぐらいだな。ちょっと待ってね。10回ぐらいだな。アカンとこ消えんの。ケイズさん、10回ぐらいだ。今日調べたの。今日、なんか今日危ねえなと思ったんだよ。調べてたんだよ。さあ、案の定。予想通りだった。10回だね。はい、皆さんこんばんは。でもお腹痛いです。うん、10回やると消える。うん、はい、すいません、こんばんは。皆さんこんばんは。あ、小林さんこんばんは。お腹痛い。ちょっと今日は一箇所で終わりかもしれません。腹痛がね、飯食ってね、多分鳥かな。いや、ツイッター X がね、あのね、リスっぽいだっけ、あれを10回やるとアカウントが消える。で、またログインできる。そう、10回だね、多分。調べてたんだよ。うん、鳥かな。鳥かと、あの、夜食ってからね、30分40分してからお腹痛くなったんだよ。皆さんこんばんは。はい、テちゃんこんばんはね。ちょっとお腹が痛いんでね、今日ちょっとあんまりできないかもしれないです。張ってます、多分。食あたり鳥だよな。あのなんかあるじゃん、山賊焼きみたいなの、あれ買ったんだよね。なので、それとあとはかき揚げですよ。かき揚げ当たんないでしょ。当たったな、多分。もうなんかパンパンだもん。消えました。やっぱり10回ぐらいだよ、10回ぐらい。だからあれだね、うん、10回やると消えるからアカウント覚えておいてね。うん、X の仕様みたいですね。意地悪してるんですよ、こいつ。はい、ね、お腹がやばいやばい。当たった臭いです。今ちょっとね、小康状態で、前回人形の時あったよりは少しいいんだけど、うん、あの時はもうやばかった。ああなっちゃうともうやばいんだよね。迷ったんだよね、行くの。来週でもずっと天気は良くないから、うん、あー、お腹痛い。張ってる。ガス出てくれないんだよな。はい、こんばんは、みゆさんね。はい、皆さんありがとうございます。いや、そうだよね、ヤブさん、こんばんは。山賊焼きかな、もう絶対買わねえ、マブロ。前当たんなかったんだ。美味しいんだけどな、なんかちょっとコリッとあったんだよ。あ、トレジャーバッグありがとうね。はい、50ありがとう。はい、ケイトさん、どうも。で、今日はね、あの気温が今23度、2度か3度ぐらい。湿度は 80% です。わかりますか？意外と暑くないです。風ゼロ。あ、お茶ばっかりありがとうね、ケイスさん。200ね、ありがとうございます。あー、なんかお腹調子悪いな。
迷ったんだよ。だって今日行くと思ってたでしょ皆さん。言わなかったら絶対言ってなかった。うん、そう、言わなかったらね、行かなかったな。お腹の調子で今日は放送抜きだったな、多分休みで。はい、エグさん、つくだにね、お腹の調子がねパンパンなんですよ。もうベルト中すごい緩めてる。コルセット抜きで、もう新幹線のところ逆バージョンで、今日は逆回りで。あー疲れた、最悪。お腹が、あれと、お腹が調子悪いんですね。寸前になってね、7時過ぎぐらいから、そう格闘してたんですよ。はい、やると思ってた。いやでもお腹痛いからね、今日ちょっと本当無理しないよ。もうちょっともう一箇所で危ないかもしれないです。もう一箇所できないかもしれない。やっぱこういうカレーとね、そう、お腹だけはちょっとね、当たったな。鳥がちょっと気をつけなきゃな。これ行く時に限ってなんだよね、またかよと思って。もう多分出ないんだよね今ね。出たんでちょっとだけ、でもガスが溜まっちゃってんだよね多分。あげさんこんばんはね、ありがとうございます。福田ね、はい、ちょっと元気ないんですけど、皆さん申し訳ないです。風が来るといいんだけどな、涼しいんだけどな。今日はね、あの知ってます皆さん、もうすぐね、あの星空見てもらうとね、あの地球に当たる可能性がある隕石がいます。月の内側に入ってきますんで、ああ見えなかった。当たったら多分崩壊です、地球。ああありがとうございます、トレジャー300。皆さんありがとうございます。なんかね、1個当たったんだよね、200ポイントやったらね、牛動きやっちゃういや応募しといた。何か当たんないと思うけど、崩壊してます。もうすぐです、地球滅亡の日まであと2時間ぐらいです。でも月が見えない。え、知らなかったの、みんな知らなかったの、ラッキーさんも。はい、高田さんありがとうね、この間ね、つくだにね、ピューピュー、今日お腹がちょっとあまり不調でね。え、知らなかったの、隕石かなり接近すんの。当たったら終わりだね、恐竜と同じです。大きさ的には150メーターか200メーターだって、隕石。はい、古さんこんばんは。あー、あの書いて、張ってるな。ガス出てくれれば楽なんだけどな、成長剤飲んだんだけどな。知らないの、今日滅亡の日っていうのは。知らなかったの。いや、ちょっと調べてみな、隕石当たりそう、当たる、結構ギリギリまで来るから。多分当たんないとは言ってるけど、どうかわかんない。ちょいちょい遅刻当たり、あーお腹痛い。ありがとうございます皆さんもね。紅葉ライトアップです。そう、誰もいないね、本当に。ちょっと調べてみな、本当に本当だから。金曜日もあったらしいよ、金曜日の朝方に。はい、クリーンさんこんばんは。当たりそうになったんだって、1個2個あったんだよ。お腹も当たって隕石も当たる、もうマジですよ。はあ、お腹パンパンなんで、ほらわかる、ほらガスすごいよ、お腹がガスが。皆さんこんばんは、お疲れ様ね。多分ね、扇風機もあると思う。扇風機当たった時にお腹痛いと思ってね。まだエアコン入れてないんだけどね。はい、高さんこんばんは。ブルーインパスなかったの。食べ過ぎじゃないんだよ、そんな食べてないんだよ。ご飯と納豆でしょ、まず当たんないじゃん。ガスが溜まっちゃったよね今。そうでね、山賊焼きからバカ鶏の、あとはかき揚げです、野菜の。昼間は冷やし中華とね、あのインスタントラーメンだけなんで、そんな当たるわけないじゃん。考えられるの山賊焼き。ゲップも出ちゃってる、ごめんなさい。虫がいるんでね、
ライトつけません。明るいもんね。山賊焼きだな。ちょっと冬、夏は気をつけた方がいいな。当たるよ。あ、なんか痛い。前回の皆さん知ってますよ、僕がお腹痛い時にちょっと平日やったんですけどね、40分もできない頭撃リタイアでした。あの時よりかはちょっとまとマシなんだけど、鳥、いや、なんか一つ硬かったんだよね。それ食ってからなんだよ。うぜえな、おめえ寄ってくんじゃねえの、やろ。もうガガ寄ってきやがって、ライトつけてねえじゃねえかよ。あー、お腹痛い。から多分マムに言った方がいいのかな。昨日買ったやつがなんかお腹壊したんですけど、言えねえよな。言ったって無駄だよな。あらけのスポチャありがとうございます。いっぱいすみません、ありがとうございます。前回してでしょ、あらけのスポチャね、いっぱいすみません、ありがとうございます。初スポです、ありがとうございます。ありがとうございます。暑い。なんとかね、持ってくれればいいんだけど。あ、ここは涼しいわ。ここは。涼しい。はい、ありがとう。ケイズのトレジャーバッグね、ありがとうございます。はい、すいません。ありがとうね、いつもね。こんなはずじゃなかったのに。ああ、ケイズさん、ありがとうね。ダブルでありがとうございます。そう、キューフィーだから、キューフィーのとこ行くのやめたんです。絶対やばいから。まあ、ここだとね、まあ、車でちょっと行くとね、トイレがあるんで、コンビニが。そういうとこじゃないと危なくてね。多分でも出ないような感じするんだけどね。ありがとうね、高田さんね。いつもすみません、本当。ありがとうね、お袋の。ありがとうございます。びっくりした。お化けだと思った、一瞬黒い影見ちゃったと思って。見て、ほら黒い影見えます。黒い影、びっくりした。今黒い影がここにいると思ったら俺だった。見えます。そう、僕でした。はい、もうすぐあの隕石が来ます。太陽じゃない、月どこ、月この辺かな。なんかね、見えるらしいよ、月の内側。これ月、これ影でびっくり。そう、びっくりしちゃった。もうお腹痛いからね、ちょっと。これ月、月じゃない、月どこにあんの、隕石どこ、油山つくだに、この辺でしょ。でも月見えたとしたら違う？これ？すごいでしょ、ほら、レーザービーム。わかります？レーザービーム。あ、ツイキャスわかんないか。暗すぎてわかんないの？あ、見えたか、ツイキャスも。見えた。ほら、すごいでしょ？これ、これでカラスをやっつけんですよ。また今日鳥糞やりやがってよ。今日朝すごかったんだよ。50羽ぐらいカラスいって全部やっつけたよ、これで。こういうのやって全部こうやっつけた。これで全部やっつけた。すごいでしょ、これ。ほら、届いちゃうでしょ。これね、あのカラスの弱点なので、嫌がるみたい、当たると。はい、
通りやりやがってカラスよ、絶対つけなきゃだめだ。うん、もう絶対許さねえカラス。うん、あ、見えた隕石、ほら見えた隕石、隕石ほら動いてるでしょ、ほらあれあれ、やばいやばい、結構近いぞ、見えた、やばいよこれ、当たるんじゃないの、墜落する、飛行機でした、ごめんなさい騙されたでしょ、騙されたでしょ、やばいよ、飛行機です動いてるじゃん、光って、うん、これからカラス虐待できますよ、虐待っていうか虐待じゃないけど撃退できません、ね、うん、あのね触れるとね、もう当たれば逃げる、光に弱いんだねバカラスって。え、社内のブルーさん今日金曜日も危なかったんだよ、地球調べてみましょう、ちょっと今日あの隕石がかなり近くあの地球に来るから、月の内側に入ってくるから、直径がね150から200メーターの、うん、だ簡単に言うと7の大仏ぐらいの大きさと思えば、うん、その塊がね相当早く来てるスピードで、だから見えないんだよね、月の内側だから、うん、こうやって透き通ってるところだったら見えるかもしれないけど、なんか双眼鏡だったら見えるとかしたら、なんか肉眼じゃ見えないかな、やっぱり。うん、騙されないよ、いやいや本当だから、隕石池垣さん、そう接近だと、もうすぐだよ、だからもう多分見えててもおかしくないんだよ、こっち側だったら見えんじゃないの、でもなんか双眼鏡で見えるとか言ってたから、肉眼でも見えるしよ、うん、月の内側に入ってくるんだって。あ、ありがとうね、お茶ね、知らなかった、いや当たったら結構やばいよ、落ちてきちゃったら、大きさ的には 200m ぐらいあるから、まあ溶けないでしょ、うん、レーザー光線こっちの、そうレーザー光線ね、そうなんかツイキャスダメなんだよね、画質なんていうの、暗くすると全然映んないでしょ、 YouTube の方が映るでしょ、ほら光当てないと全然ダメなんですよ、そうでも虫寄ってくんだよね、こうやって、これでも弱いでしょツイキャス、 YouTube の方がはっきり見えるでしょ。はい、大谷さんこんばんはね、いらっしゃいね、ちょっとね今日はあんまりお腹の調子良くないからね、どうなるか分かんないけど、まあ、軽めでね、あちょっとお腹がダメだったらもうそこで終わりで、うん、たまにあんだよね、いや俺もねたまたまね見たのよ、やばいじゃんと思って、当たったらだって、うん、でもあのほら氷河期とかあるでしょ、氷河期はもうもっと大きい隕石が当たったなって、うん、で地震も起きるんだよ、マグニチュード11とかね、そうだから、まあ、ちっちゃいからだいぶ溶けると思うけどね、大気圏入った時には、だけど多分どっかはお腹張っちゃっててね、当たった臭いんですよ、だから皆さんもちょっと鳥とか気をつけてください、うん、いや鎌倉大仏150もないでしょ見たことあるから分かるけど、奈良の大仏でも150ないんじゃない、なんか150から200メーターっすだよ。あ、サザンさん久しぶりね、マミさんこんにちはね、サザンさんなんか1年ぶりに見たような感じが、はい、ありがとうね、マミさんもね、こんにちは、ピューピュー。お腹の調子がね、今一つで今日は。すごくないここ。だから多分ね、これ窃盗とかの防止なんだよ、これ。こんだけ明るくしてて。盗難防止なんだよ、これ。この工場自体がみんな明るいもん。あ、さとみさん、ありがとう、スパチャね。高評価ありがとうございます。すいません、いつもね。そう。でもなんか今日はね、多分蚊に食われない。なんか涼しいんだよ、なんか。家のが暑い。湿度が90ぐらいあるのに直径120-260がでかいよ、うん、溶けなかったら骨が落ちたら死んじゃうよ間違いなく。あ、見えるかな、あれ、そうなんか光ってるよあそこ、なんかちょっと動いてるの見えるんだけど、でもなんかね肉眼でもちょっとねなんかいるって感じ、でもなんか動いてるよ、なんか動いてね、やっぱ動いてる、あれかそこいるでしょ、ほら動いてるでしょ、ちっちゃい点が、あ動いてる動いてる、それじゃね、みんなわかんないと思うけど、ちょっとね見えるんだよ、
ちょっとね、薄く見えんだよ。そこにいるんだよ。うん。そう。なんか光だから、だから光で見えるじゃん。あれじゃねえの？動いてるよ。だって動かないじゃん、普通に考えたら。いや、動いてる動いてる。ちょっとずつ早いよ、これ。結構動いてる。これかな？そこになんか見えるよ、なんか点が。うん、見えた？はい、お茶ありがとうね。そう、大変、同じ程度。お腹壊した？お大事ね、俺もそう。ポインター的にこの辺わかる？すごいでしょ、このポインター。ほらすごいでしょ、これ。ほら、夜空見ると、ほら、水結わかんねえんだよな。 YouTube でわかるでしょ、光の光線がいってるって。これがだからね、あの、いわゆる、やっぱ動いてるよ。真ん中へんだよ、真ん中へ。なんかいない？点。ズームするとわかるかな。ほら、見えたでしょ。ほらこれ見えた？これこいつだろ、こいつ。ほら、なんかこれ彗星みたいになってるよ。ほらこれでしょ。こいつでしょ、こいつ。なんか彗星っぽくなってるじゃん、ほら。尾が出てるじゃん、尾が。ちょっと YouTube 見たさ、見て。YouTube 見える。これでしょ、これ、隕石。これじゃない？わかりやすいでしょ？見えてるでしょ？これ、有料ですよ、皆さん。無料じゃないですよ。ありがとう、小泉さん。こんばん、コーヒーどうぞ、ありがとう。さちゃんね、すいません。いや、マジだと思うよ、多分。もうすぐ見えるもん、だって。通過するんだって。もう見えてもおかしくないもん。これでしょ。だから肉眼ではちょっと見にくいけどとか言ってた。双眼鏡では見えるから、これじゃない。これが隕石だ。これが当たるとちょっとやばい、ね、直径150から200メーター。見えた？ちょっとね、ツイキャス見えないんだけど YouTube 見えます。多分これだと思う。スパチャありがとう。これ有料ですよ。だってこれ見れないもん、だって肉眼で。うん、有料の方は、あの、皆さん見てください。パッチリとね、投げた方。動いてるよな。ちょっと待って、動いてるよ。ちょっと待って。肉眼だとね、ほんとブヤーって感じ。やっぱちょっとずつ動いてるよ、やっぱり。あ、動いてる。結構早いだけど、まだ結構ちっちゃいから多分それっぽいよ、多分。だから月みたいに明るくはないけどね、でかくないから。あ、動いてる。もうここまで来ちゃった。ほら、もうここまで来ちゃった。つけといて。いや、つけられないんで、ごめんなさい。これがなんか隕石らしい、多分。早い、動いてる。見れてよかった。やっぱここでよかったな。ちょっと見たかったんだよね。見たかったっていうのは、あ、こんばんは、ね、徳目さん、ありがとうね。暑い、お腹壊しちゃってね、もう今。でも今隕石見てるんですよ。だから YouTube で見てくれるとちょっと見えるんですけど、動いてるやつ。いや、でもね、結構ほんと点だよ、肉眼だと。ブルーインパルスじゃない、あの、隕石がね、地球とね、かなり接近するのよ。だ、月の内側に入ってくるから、かなり近いのね。うん、そう、いい。そういうツイキャスだと見えねえと思うよ。やってみる、ちょっとズームで。ああ、わかんないな、ツイキャスでは。わかんないな。ごめんなさい、ツイキャスではわかんない。やっぱり無理だ。ああ、もうだって真上来たもん。あれ、見えなくなった。あ、真上いる。もう真上動いてるもん。これ間違いない、隕石だよ。追加ダメだった。もう真上にいる。今真上あたりぐらいにいるってことは、じゃあ日本落ちないな。落ちたとしても、これ今上だから。あれ、なんかいっぱいあんだけど。こっちにもいるんだけど、どれこっちかな。こっちかな。
なんか分かんなくなっちゃったよ。なんかどれか分かんない。ここにもいるんだけど、これかな、これかな、なんかこれっぽいような感じもしない？なんかほら、これっぽくも感じない？疲れた、高さ上げると疲れる。いや、そこにもいるんだけど、そこにもすごい光ってんだよ、ほら。これは飛行機だと思うんだよ、高さ的に。なんか2ついるんだよね。でもこっち動いてるように見えんだよね。もうここに来たもん。落とせればな。こっちなんか、ああこっちは動いてるような感じしないな、今のは。うん、ちょうどね、あのこれは動いてるよ、ほら見える？光ってんの、これは飛行機。はい、じゃあ死にでやりましょう。まあでもどうなんでしょうね。ツイキャスダメんだ、画質が悪いんだよツイキャスは。うん、わからないんだよね。なんかどっち側に見えるとか書いてない？ YouTube でした？もう一回見る？ YouTube、うん、これすごいでしょ、レーザーポインターも。今雲に行っちゃったよ。見つけるまで大変なんだよね。すごいちっちゃいから肉眼で。こっちだったら、あ、こっちも雲が隠れちゃった、隠れちゃった、雲に隠れちゃって見えねえんで。今ちょうど雲ここにいやがってよ。この辺にいるんだよ、この辺に。でぶつかったらやばいよね。うん、見れる YouTuber だね。そう、いや1個だけなんだよ。どっち方向にいるとか分かればそっち方向行けるじゃん。誰か調べてよ、どっち方向で見えるとか。だから10時頃にはかなり接近するらしいよ、地球に。うん、で金曜日も危なかった。金曜日の方がもっとやばかったんだって。うん、追突隕石って名付けられてくらい結構やばかったらしいよ。朝の結構ね、地球とスレスレだったらしいよ、朝方の日。だ今日のがちょっと離れてるんだって。うん、2個ね、俺もね、なんかね、1週間前ぐらいになんかね、2個隕石が地球すごい接近するっていうのを知ってたんだけど。何の音？はーん、はい、ゆげさん、こう呼ばれとね。そう、雲どういった、いや雲ね、また出てきやがってね。もう見えは見えなくなっちゃった。ゲップが、すいません。向こうはほら雲じゃん。ちょうどここね、いい時にいたんだよね今ね。でも今の動いてたけどね、ちょっとね。はい、伊沢さんこんばんは。なんか隕石今ね見えたんだよ、あの YouTube でちょっと見てもらうと分かるんだけど。そう、隕石もう10時頃にかなり接近するらしい。で金曜日の方がもっと危なかったんだって。うん、寸前、結構ねスレスレらしいよ地球と。うん、たまにあるじゃん、でかい隕石がこうわーって落ちてくるの。ああいうのもそうなんだって。だから何、宇宙はそういう隕石がすごいんだってよ。で昔ほらね、あの恐竜がいる時に絶滅したやつは相当でかい隕石が落ちちゃったんだって。で地球がなんかね氷河期になっちゃったでしょ。そう、そのぐらい絶滅しちゃうぐらいのね威力だったの、でかかったのって隕石が。だそんなの落ちたら溶けねえもんね、さすがにね。うん、で今回のはそこまででかくない、150から200メーターぐらいの隕石になって。でもそれも当たったら痛いよね、死んじゃうよね落ちてきたら。ここで来てフーって見たらいけねえ、こっち向かってきたらもう逃げようがないもんね。もう一生懸命ダッシュしても多分間に合うかわかんないよね。うん、振動がすごいだろうね落ちた時にね。そうだからもう俺は終わりかなっていう。そう、お腹の調子がダメだな、頑張って話したんだけどお腹の調子が今一つパンパンで、ガス出てくれねえかな。でもね今日はねすごい涼しいんだよ。なんかそう暑いかなと思ったんだけど涼しいのよ、今風が心地よいね。そう、あ、そうでしょ。うん、牛久の大仏例えば乗ってましたでしょ。どの大仏か分かんないけど150だから奈良の大仏よりか大きいってことだよね多分。うん、そう夜勤しないのに電気すごいんで、バリバリなんでこの明るさ。うん、
夜勤できないんだって、なんか幽霊見ちゃうんだって。びっくりした、また影にびっくりした、俺の影だったわ、なんか横ついてるよって。牛久って、牛久って何、牛久ってどこなの、牛久大仏って何、それでかいの、150メートルくらいあるの。だから150から200なんだって大きさ的に。まあ溶けたとしても半分ぐらいじゃん、だ半分は当たるってことだよね。200だったら100メーターぐらいの隕石は当たるってことだよ。通過するでしょ27、そう27が一番やばかったのって。あ、茨城にある大仏なんだ、あそんなでけえんだ、茨城なん だ今日のやつがその20、もう一個の隕石近いんだって。そう、夜勤しない工場。さあ今ダメや、雲があるんだよ、雲出ちゃったんだよ、雲出ちゃったから見えなくなっちゃった。でも多分さっきのだと思うよ、動いてたもん、ちょっとだ肉眼だとなんかね、双眼鏡で見えるって言ってたから、肉眼だとほんとちょーんなんだよ、多分点なので、たまたま見えたパターンだよね今。いやクレーターできた、できちゃうって言わないで、皆さんね死ぬと思う100m の隕石が上からね、めちゃめちゃスピードでかい、すごい速いのよ。それが当たればどんだけ衝撃波が出るか分かるでしょ。簡単に言うと原爆のね、あのちなみに昔の氷河期のね原爆で言うとね、何億倍なんだって、あの広島に落とされた原爆の何億倍ね、分かる。で今回の 100m が落ちれば広島の原爆のね5倍6倍の力はあるわけよ。だから死ぬよってこと、簡単に言えば家にいたって死ぬよってこと、その落ちた周辺範囲はね、多分100キロ200キロぐらいはもう相当衝撃が来るから死んじゃうよってこと、簡単に言えば、そう警察の話ね。ここ虫いるな、虫がいるね、ガンってなるから、そう当たれば死ぬよってこと、落ちた場所が海だったら海で津波ができるよってこと、そう例えば日本に落ちたとするじゃん、海の時、そしたら津波が起きます、確実に、地震も起きます。だからやばいんだって、落ちたら落ちたらそれだけの衝撃が来るからね、上からの速度があるから、それ計算方式でやると相当の倍の、まあ、原爆の何倍ぐらいの力が来るってことだけど、たった 100m でもね。そう、そういうことよ。だから落ちたら皆さんは僕も含めて全員死ぬってこと、神奈川に落ちたらもう神奈川の人、東京の人はほぼ無理ね。で東京は津波になりますね。神奈川も臭いな、ここなんかあのなんていう の下水の、匂いとあの牛の匂い牛いるのここ、あいるな、すぐそばにいるわ、新幹線なるかな、なるかな、ガンって、そういうことだ、やばいんだってマジ、落ちたらなんで雲出てくんの、見せろよでも月がねどっち側にいるんだろうね、どっち方向なの、見えんの、それは海に落ちればだって衝撃波が出るから津波起きるでしょ当然。まあここまでここにいれば津波は大丈夫なんだけど、まあその大丈夫っていうか相当距離あるからね海まで、そうすごい津波だと思うよ。だからあの東北地震の津波30メーターというじゃん、100メーターぐらいの津波になっちゃうと、そうなるとうちの家はもうダメだな、なんか臭いんだよね、臭い臭い、衝撃だよ、すごいね、これ斜めってんだよな、そうお腹痛いな今日は。ガズなんとかなるかな、あそこへこんでね、ニアさんも海近い、だから津波だと茅ヶ崎あの線路までが来るってこと、線路ぐらいまで、だから線路の海岸側はほぼダメってことだ、
セルの向こう側だったら助かってる。うん、そう、チャリンコ落ちてたるぞ。うん、そういうことよ。新幹線すごいよね、でかいよね、ここね、見て、すごい広い。本当はもうちょっとね、遠いとこ行こうと思ったんだけど、お腹の調子でね、ちょっと断念したの、今日は。海が 2,3 キロじゃダメだね。ああ、残念だけど。高台ある？高台。もうだから、でかい地震来たら、もうニャンさんは速攻で逃げないと間に合わないと思う。うん。速攻で逃げないと、でかい地震来たら、津波が来たっていう想定でね。なんか雲がもう さっきのチャンスだったね。全然見えなかったもん。見てこれ、雲。さっきそこで思ってたんだよな。はい、エレさんありがとうね、お茶ね。ありがとう、お茶ね。うん。うわ、昨日の雨だ。もう浸水しちゃってる。浸水しちゃってるよ。いや、向こう側もすごかったんで、浸水しちゃってて。お茶ありがとう。虫寄ってくんな、やっぱり。だ、まずね、虫が寄らないところにしたの、今日はね、あんまり。そう、お腹がちょっとね、調子よくない、あんま良くないから、冷えたのかな。パンパンだもん、お腹。食べ過ぎ？もしかして食べ過ぎなのかな。蚊に食われるな。虫除けやっとこうかな。蚊が寄ってくんよ。まず刺されてないけど、やっぱり寄って。うん、高田前1キロ。いや、間に合うんじゃない。もうすぐ地震が来たらすぐ逃げれば間に合うんじゃない。ここ電波ない。よかった。いや、10階で俺削除されたもん、さっき。あと、そろそろ危ねえなと思った。あれ、治ってはいないよ。治っていないから絶対もうすぐだよ、ケツさん。もうすぐ来るよ。あの、皆さん X 使ってる人はね、あのね、例えばリスポイってね、あの、いいねは大丈夫なんですけどね。まあ、いわゆるね、それをするとね、10回ぐらいやると、アカウントが消えます、ポーンって。でも、ね、あの、ID を入れてね、パスワード入ればログインできますんでね、安心して使ってください。そう。なんか、そういう仕様に変わってるっぽいです。うん。うん、とりあえずね。あ、くるくるなった。何なの？これ電波ない？あるけどな。そう、今来るかなったな。なんでよ、電波。うん、一瞬電波落ちたよ。うん、いや、10個のアカウント関係ない。10回やると多分なるよ。カウントしたもん俺。10回ぐらいやると消える。うん、しかもね、いいね押せなくなるのね。そう、押せなくなっちゃう。いいねだけじゃ大丈夫なんだよ。リポ、なんだっけ、リポスト、それがいけないみたい。そう、暑い。風がないから暑い。風がないと暑いな。なんとか。そうそうそう。もう消えてるから。今消えたもん。俺そろそろ危ねえなと思ったの。だから警察官に一回やったじゃん。あえて。消えるかなと思ってやったの。そしたら消えなかったんだ。あ、じゃあ次だと思った。あら、案の定だった。うん。一瞬落ちたでしょ。そう、なんか電波、あの辺が電波悪いみたい。あの辺が。邪魔されたのか。また来たぞ。新幹線。280キロの旅です。もうあとね、3分で横浜です。新横浜です。あと3分ぐらいで。ティン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 はもう終わったんだっけ。今新幹線乗ってねえか分かんないんだけど。そう、新幹線久々でしょ。ここはね、一応ね、あの、僕声聞こえてるんですよ。そこで聞いてるんですよ、女の人の声。そこであとね、ガーンですね。ガーンってね、ラップ音。あとね、ここのね、噂はね、元工場で働いた人とかね、夜とか夜勤とか昔はあったんだって。そのね、女の幽霊が出るんだって。で、夜勤全部やめちゃったの、この工場自体が。
だ平日もやってないんですよ。どんなに忙しくてもやんない。たまにこうやって残業の人はいるんだけど、夜中の1時2時とか出ちゃうかもしれない。で僕もね、女の人聞いてんで、声ここでここで、なんかね噂だとね、昔ねこれ新幹線がね できた時に テスト運転してる時に平塚で引いたんだよ、うん、で首がこの辺まで転がったって噂生首が飛んでっちゃったなって、昔のゼロ系のね新幹線が、いてて腰が、うん、そう不気味な笑い声も入ってる。だけどその人っていうのは死んだ人で男の人なのよ、飛び込んだ人っていうのね。でここはね、そのね、なんていうのかな、女にまつわるようなこうなんか山があるわけよ、うん、この地名が多いね、この辺りってね。だから昔なんかあったんだろうね、そのなんかあの山賊に女の人が襲われたとか、うん、そういう感じだと思う、多分系だと思う、うん、だから女の人の念が強いのかなっていう。だからそういう、こう昔は俺工場なんかなかったのね、工場にして女の人が出ると、そういう感じなのかなって、うん、お、びっくりした、車いたんだ、焦ったよ、カクンとか言って、びっくりしちゃった今、そう、そんな感じ。だから多分江戸時代とかそういう系だと思うよ。向こうから行っちゃうの、向こうから、まあ、行っちゃうの、そこに U ターン、うん、え、土曜も仕事してんのこの人たちって、忙しいのかな今、そういう系のなって。あ、来た、こっちだ、こっちこっち来ましたよ、一瞬ですよ、はい、中に誰が乗ってるかもわからないね、早くて。そう、ここで鳴ったんだよね、聞こえたんだよ、うん、そう、何かがあるんじゃないかなと、うん、思います。でよくねこう近づくとなるんだよ、このガードレールが。でも最近なってないのかな、久々に来たんだよここ、かなり久々でしょ、最近工場とか来てないでしょ、全然最近なんかね来ない、行かなかったんだよ、全然あんまり行ってないでしょ最近。音すごかったんで、鳴るときは、鳴らない時期もあんだけどね。でこの辺りで女の人の声が聞こえたんだよ、見えなくなっちゃったよ隕石、もう、そう、もうすぐ近くなるのに、もうダメだな、雲が広がってきやがった、さっきチャンスだったんだね、見せてくれたんだね多分。何かあんだろうね、これ新幹線作ってる時何かあったんだろうな、僕の予想では。多分これ山だったんだよ、削ってんだよね、うん、うん、で、まあ、まず家なんかないしね、この辺ね、家を作らないからね、この辺りは。そう、なんか結構ねこの辺噂あるんだよね、向こう側もね、女の子とか少女の霊が出るとかね。それはね、なんかあれみたい、あのあれみたい、昔少女がねそこでなんか交通事故で死んじゃったみたい、お墓の前でね。でもそこは民家があるんでね、地域的に。そう、さあ次行くか、もう一個行ってみる、お腹がまだ大丈夫だな、はい、ありがとうございました。ゲップが、食いすぎかなこれ、はあ、でも残したんだよねちょっとね、うん、お腹食いすぎかなこれもしかして。そう、なんか張ってるんだけど、まああのなんていうの、出はしないんだけど、そう、なんか出はしないんだけど、さっき出たからちょっとお腹が張ってるだけなの、だからお腹苦しいって感じ今、うん、だからなんていうの、コルセットとか巻くとダメだったからやめたんだよねコルセット、うん、締め付けられるから。でも昨日注射打ってるしね、今日も針は打たなかったから、バサリしてるから虫入っちゃった今、虫入った、蜂
思った以上の今日絶対暑いなと思ったの。ETC カードが挿入されています。で、氷枕やろうかと思ったら、お腹壊してるからやめとこうと思って元からだったんだけど。意外とね、あれこれ余命入ってる。これ入れたっけ？あ、入れたね。ただお腹の調子がね、今あんま一つだから。いててて。うん。だからエアコン入れることじゃないんだよ。いつもの場所を表示します。うん。お腹見ての。はい。はい、お疲れ様ね。来週なんか天気悪いんだよね。ずーっと雨でしょ、再来週も。ずーっと雨なんだよ。よく通る道に来て、渋滞はありません。なんかね、来週洗濯物どうしようかなって、乾かねえだろう。今日乾いてくれたんで、午後から。乾かねえと辛いもんね。暑いな、でも地味する。でしょ、明日午前中晴れねえかな。晴れなくても曇っててもちょっと高ければ多分乾くんだよね。うん。寒くなきゃ。暑かったら多分。うん。知らなかったわ。来週多分水曜日ぐらいかな。まあなんか天気わかんねえな。月は雨じゃん。火曜は雨じゃん。木金土雨。うん。わかんないんだよ、だから。全部なんか怪しいの。晴れはないの、晴れは。晴れは。どっかで降るっぽいんだよね、時間帯は。夜の方がちょっと多いけどね、見てると。だ今んとこ土曜日がなんかね、朝は降ってるっぽいのよ。今日みたいに。今日も朝天気悪かったでしょ？そう。だからね、どうなんだろうね。でもここも明るくなったよね。そう、七夕の日は大体あれだよね、皆さんね、雨だよね。そう、平塚の七夕があるんですよ。ただ、もう多分、平塚の七夕ももう終わりだね。また縮小するらしいよ、今回も。屋台を。だからもうそろそろなくなっちゃうんじゃない？昔すごいでかかったもんね。うん、今俺制限がないのに、もうなんかね、ゴミがすごいんだって。それでもうなんか揉めてるらしいよ。だからまた屋台も、その屋台がまた減るんだって、去年以上に。だからもうやらなくていいんじゃね？やらなくて。だからもう行かないでしょ、みんな。うん、ね。そんな感じ。うん。七夕、いつも雨だもんね。七夕なんか行ってねえよ。昔はね、やっぱすごいでかかったんで、規模がね。そう、そうだから言うね。本当？大丈夫だと思うよ。また配達してもらえば。うん。最悪。わかんないんでしょ？だって読めないんでしょ？俺も読めないときは無理だよ。うん。郵便局でね、そういうのがね、融通きかないのよ。だから使えないんだよね。黒猫だと送ってきたら僕メールが来てね、自分に指定できるんだよ。ね、うん、次どこ行こうか。そう、郵便局ね、なんていうのかな、自分で取りに行ってもなんかね、いちいちうるせえのよ。送った方の許可を取らなきゃいけないとかなんか言ってんの。意味がわかんないんだよね。だってこっちが送料払ってんのに。向こうがじゃあいらないよって返してくれって俺言ったことあるんで一回。じゃあいいや、返してっすって、うん。お宅が配達しなかったと言っとくから。うん。お茶ありがとうございます。融通きかねえんで、だから潰れると思うよ、郵便局はそのうち。うん。だってみんなに郵便局を利用しないじゃん、あんまりもう。どこ行こうか。どこ行く？お腹かな、ちょっとな、怖いんだよな。コンビニがこう分かるとこがいいんだよな。いつ来るか分かんねえ、発作が。前回のあるからね、分かるでしょ、前回の。できますか？
前回のあれがあるからね、怖いんだよね。こういうお腹痛い時って。お腹痛い、急になるからね、俺ね、だいたい夜なんだよな。久々に食らったよ、またお腹痛いの。この辺だと把握してるからね、コンビニがどこにあるとかね。やっぱ結構降ったな、こっち。困るんだよ、急に来た時がね。今んとこ大丈夫なんだけど、なんとか鬼門のね、40分は乗り切ったよね。そう、波が分かんないんだよ、お腹ばっかは。ちょっとね、これ右行くとそのね、あの子供霊が出るってところなの。一回歩いて行ったことあるんだけど出なかった。お腹がね、あ、もうすぐ隕石が接近だよ、地球に。当たんないでくれ、頼むから。すごいよね、でもね、引力でこう動いてるんでしょ、速度出ちゃって。今でも22度なんだよね。でも車なんかジメッとするわ、締め切っちゃってたら。走るとちょっとね、涼しい風が来るんだけど、そう、そうでしょ。あと食べた後だからね。3週間ぶりなんだよね、今日土曜日が。2週間雨でダメだったんだよ。で、ちなみに土日結構雨降ってるよね、今ね。今月は一応7回できたからね、一応なんとかできたよ、7回。短いけど時間はすごい。大丈夫。今でも小康状態だな。なんとかね。短いけどね、時間がね、ちょっとね、映像多くなっちゃったから、今回。雨がね、ちょっとね、食らっちゃってね。皮下式の雨はすごかったね。野郎の飯、客いねえぞ。客がいねえ。あ、もう準備中になってんだ。
すごいね、カエルが。鳴ってた？鳴ってた？雨が朝まで続いてると思わなかったもんね。朝も降ってたもんね。朝霧雨いたあったもん、霧雨が。そう。よく回復したよね、でもね、それからね。で、ずっと打ってたもん、一日ほぼ。強かったもんね、買い物行っちゃったからな。外の風は冷たいんだよな。湿度高いわ。湿度多分 90% ぐらいあるんだよ。だからこういう時って多分家の中が暑いんだよ。家の中。うん。暑くなるね。いらっしゃいね。ジロジロね。なってきた？遺伝した？そう、今1箇所終わって2箇所目に向かってます。で、どこ行くかまで決めてないんですよね。どうしようかなっていう。あ、あそこの工場、どうなってんの？マジ？あそこ行こう。2階？焼肉の。でもね、外ね、窓開けてると涼しいんだよ。エアコンいらないんだよ。なんか曇ってんな。曇ってない、なんか。さっき拭いたからかな。見えた。綺麗になった。なんかちょっと曇ってた。銀行ね。ね。銀行に行っちゃダメだよ、絶対。絶対。ね。絶対行っちゃダメ。凍結されちゃうから。もうそれ、金庫だから、絶対。言っちゃう人いるんだよ。そうすると凍結されちゃうんだよ。そうすると大変なんだよ。また家庭裁判所とかにね、やんなきゃいけない。めんどくさくなる。すぐおろそになっちゃう。絶対言っちゃダメだよ。年金に言ったらもう凍結されるからね。確実に凍結されるから、年金最後に。どうせすぐ来ないからすぐ支払わないから、多分1ヶ月分はもらえると思う。最後でいいよ、最後。もう本当に全部下ろしてからね。年金でね、死亡で銀行に行っちゃうのよ。それでバレちゃうの、銀行に。で、凍結されちゃうの。あんまり残念だね、おじさんね。そう。はい、こんばんはね、ビュービュー。もうすぐ隕石が、地球隕石に。わかんない人に言っちゃうんだよ。全部下ろしたから一気に。ダメだね、何日かけてもいいから。攻撃されちゃうから。
馬鹿正直がえらい目に遭うから大抵。夜涼しいな、なんか窓開けてあるよ、いろいろ。しかし暑いね、なんかね、こう締め切ると暑いんだよね、多分ね。でもいつもよりかはいいんだよな、23度だから、気温が。でもそろそろ蚊が、ね、寄ってきてるわ。虫除けやんなきゃダメだな。つけてる。家の中は入ってこないんだけどね。虫除けやっとこうかな。危ないな。ちょっとあっち行ってみるかな。蚊がいると蚊入ってこないけどな、開けなきゃ。光に寄ってくるから、夜とかはね、光に寄ってくるんだよ。あ、ここも結構あれだよ、浸水したな。うわ、ここも結構浸水したな。水はけ割り。
構来るんだよね。ああ、実は、いや聞くよ、絶対あれ当たったら聞くよ。ここはね、あれドラキさんね、はいゲット、ありがとうございます。ありがとうございます。だけどね、ここは上がりますか。久々ですよ。どこか上がりますか。さあ、さあ、じゃあまあありがとうございます。どこでしょう。まあ内緒で。アイサーニンニさん、2件目到着です。ラッキーさん、到着お疲れ様です。ミーナさん、到着お疲れ様です。スモールケーニさん、オラモの覚え悪いからわからない。スモールケーニさん、到着お疲れ様です。あ、充電してなかったこれ、刺すの忘れてた、やべえ。ヤクさん、毒ガス火災現場はどうなりましたか。てちゃん MZCN さん、到着お疲れ様です。ラッキーさん、なんか見覚えあるような目をくるくる回している顔。充電すな、せずと YouTube してなかった、さっき。もう 20% ぐらい壊れたな。はい、お疲れ様ね。毒ガス火災現場、後で行ってみようか。うん、行ってないから分かんないけど、2回やったんだよね、火事になった。うん、ここはでも結構怖いよ。なんだこいつ。うん、どっから、あそこだ。食べるのがお茶があるとね。うん、怖そう。いや、ここはあれなんだよ、あれがわかるかな、うん、あれがわかるかな、何か。あれが何かわかるかな、あれが見えました？はい。見えた？びっくりマークです。久々に来ました。見てはいけない標識。そう。2回目です。結構開けました。相当開けましたね。久々です。見たことないでしょこれ。これその他の危険性ね、幽霊とかが出る可能性もある。無償気やったんでちょっとね。そう、見たことないでしょこれ。これね、なかなか見れないお宝なんだよこれ。見たことないでしょこれ。初めてでしょ大体皆さんは。ないからねこれまあね、この子さん見たことないでしょこれ。あ、リュウさんね、こんばんは。見たことないでしょこれ。知ってます。うん、横断あり注意。お化けが横断あり注意かもしれないんだよ。その他の危険なんでね。うん、これ基本的にね、ほんとないよ都心部とか。ほんとにしかもこれ新しいからね。
実は見たことないでしょ岡野さん、初めてでしょ。これ見たらやばいんだってマジで。 YouTube 戻るよだけどね。これしかもこれ1個だけじゃないんです。ここなんと4つあるんですよ。ここ4つもあるんですよ。これが4つも4つもあるの。向こう行くとね2個あって、うん、いや普通はないよ。もともとここ噂があるんだ。まあここ自殺なんだよね。だからお化けが横断しちゃう可能性もあるし、ね、これねこれ1個で1個見つけるのもすごいことなんだよ。なかなかない標識なんでね。そうしかも神奈川になんか絶対ないと思うよ。たまたまなんかできたんだよ新しく。うん4つもあるの、うん、ここじゃん1個じゃんまずね。あっちにもあるんですよ。4つなかなかないからね。これはあれだよね、しかも自転車のやつになかなかないよ。、うん、そこにもあるんだよ2個。この三角もそうか。まさか俺は違うな。だもんそこにもあるんだよ、そこのほら標識。あばさりさんあるとね、お茶ね。そうほらね、これ写真撮っていい？ちょっとはい、写真撮っといた。これ2個でしょ？もうすでにね、あと向こう側にあるんですよ。そういう場所なんですよ。これを見たらね、皆さん気をつけてください。これ一応ね、その他の危険って言ってね、標識はね、まずね、見れないほとんど。うんね、だから皆さん撮ってもいいですよ写真。撮りたい方は撮ってもいいです。スクショ撮ってくださいね。はい、でこの下の横断ありね、横断ありだから何が横断ありなのかはよくわかんない。うん、だから巷では幽霊が横断するんじゃないかと。うん、だぶっちゃけね、俺ね、あの自転車のとこに標識言ったってわかんないからね、勉強してないから。自転車歩行者の人なんかね、免許持ってない人はこんなの見たってわかんない。勉強してないんだから。そう、あまり見かけないっていうか、ほぼ見かけない。僕はね、見かけたのはね、神奈川ここ初めてで、山梨で1軒トンネルのとこにあって、軽井沢にも1軒あった。だから3回見てる僕は。うん、あとは見たことないね。うん、今までかつて。見たことないよ。それが4つもあるんだここ。なかなかこれね、見れない標識。通常はね、車が通るところにやるんだよ標識って。なんでこれがついてるのかよくわかんないね。まあでも前からこういうね、ここは噂があるんで、まあそういうのもあるのかもしれないね。今までなかったんで、今までもこのね、あったんだよ。うん、で綺麗になってなんかまた作り直しちゃったみたいで、表紙がついたのね。でこれ2個目じゃん、2個目じゃん。そこがね、普通は基本的に車が通るとこならわかる。通らないとこでね、こんな標識見たって多分ね、免許持ってない人わかんないよ。
そう、あってもいい、いやあってもね、に左右に2個あるよ、見てると。うん、例えばトンネルだったら片側1個あるよ、向こう側も1個あると思う、見てると。で、軽井沢のとこも逆にも2個あった、1個あって2個あった、だから大体1個あると2個あるって感じ、サービス的には。そうだから何かなっていう感じ。何だしたのあいつなんかよくわかんないぞ、多いな。そう、うん、だから大体1個あると2個あるんで、こういう感じでね。うわ、ここ暑いな、ジメッとするわ。いない？お化けとか。あー、でもお腹少し楽になってきたわ。うん、お腹が少し楽になってきた。うん、軽井沢大橋のすぐそばにあるよ。そう、軽井沢大橋にはないけど、そのすぐそばにある。見つけたの、たま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 ね、Google で見せたの見つけて現地行ったんだよね。やっぱあった。うん、なんか田舎道にあったよ、もう昔ながらの標識でね。うん、そう、お腹少しだけどね、楽になったかな。うん、で、話は飛んで、あのハイトンネルだねにあった。で、注意書きは軽井沢の方は何か書いてあったかな、忘れちゃったけど、もう一個の方は、山梨の方はなんかね、歩行者に注意って書いてあったかな、なんか。いや違うわ、自転車だっけな、自転車に注意、なんか自転車になんとか書いてあったんだよ。うん、だから自転車と歩行者って書いてあったんだよ、なんかね、自転車は歩行者って書いてあった。だから自転車と歩行者がなんか見ちゃうのかなっていう。で、しかもあのコンクリートでかもう塞がっちゃってた、トンネル。そういうところ見たことないでしょ、これなかなか。この辺でね、見つけるのはなかなかもう結構すごいと思うよ。たまたま見つけたもん。なんか落としなかった、今パタ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 って。なんか今落としなかった、パタ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 って、なんか誰もいねえんだよ。パタ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 って。お腹でもまだまだ張ってるよ。少しは良くなったかなって。うん。なんかパタパタパタって。鳥かなと思ったんだけど。何この黒いの。何。色が黒い。な、あるじゃん、こんばんはね。いらっしゃい、どうもね。遠征会かしたの。愛知行ったの。まだ帰ってこれないでしょ、あいつだったら。うん、ほら、あそこで3個目見てください、3個目、ほら、その他の危険、ほら、3個目。うん、ね、3個目あったでしょ、3個目ね。見たことないでしょ、これもう本当に。これは結構やばいんで、標識的には。で、もう一個あって終わりなんだけど。これ初めてだね、あの道路じゃないとこにこの標識が立ってるみたいな。うんうん。3箇所のとこ、浜松1箇所。もう一箇所なの？うん、実際見たことないと思うよ、普通の人だったら。うん、でこれがそれなんですよ、4つ目、最後の4つ。で多分この辺りなんだよね、ポイント的には。この辺りに何かが起きてんじゃないかっていう。うん、あ、今ね、静岡サービスだよね、休憩してね、ゆっくり帰ってね。
ほら。ね、4つ目。4つあるの、ここは。そう、俺調べると分かるよ。結構怖いからね。この標識の名前がね、その他の危険だから。結構ね、怖いよ。大体ね、そういう噂があるとこにあるんだよ。幽霊の噂が出るとこにあるのよ、本当に。このね、ぴったりなんだよ、本当に。あ、あと3つね、ありがとうね、アメさんね。気をつけて帰ってよ。ね。20日ね。20日はだから、ハングリータイガー食べよう。ね。ハングリータイガー。教会になってるんだ。だからね、僕らは多分ここなんだよね。ここで何かが起きるんだと。だから実際ね、車が通ってるとこにあるんだよ。でもこれ車通らないんだよね、ここね。まあ通るとしたらここだけなんだよね。ここだったらこっち側に置くべきだよね。こっちに置いてるんだ。これは何、具体文句は何なんだっけ。横断あり注意だから、普通に見てね、横断あるっていうか歩行者もあるんだし、分かることじゃん、書かなくても。アミさん、こんばんはね、いらっしゃいね。これですよ、今日は2箇所目が。置くとこがね、普通だって、これぶっちゃけだよ、これ標識だから、基本的にチャリ自転車乗ってる人と歩行者は勉強してないからね、分かんないよね。それを置く意味が分かんないんで、俺的には。車の人はもう標識ね、一応出るからね、テストとかにある程度覚えてますからね。そう、でも歩行者とかは勉強しないからね、基本的には。ここは車通らないからね、通れないから。そう、車のとこだったら分かるんだけど、置いてないんだよね、車と。あそこもそうだったけど、そう、そこなんだよね、なんか疑問点が。で、前からここね、やっぱりその自殺とか昔はあったんだよね、結構ね。あと川の事故とか結構あったんだよ。だからそういうのもあるから、やっぱり今回新しくして建てたのかなって、そういう情報が結構来ちゃってて、なんかお化け見ちゃったみたいな感じでね。じゃあちょっと注意、神奈川県警、神奈川がね、じゃあこの標識をやりましょうってなったんじゃないの、多分。だからお巡りさんに聞いてもね、分かんないらしいよ、基本的には。多分安全協会とかが決めるんじゃない。そう、まあね、ここもね、結構怖いからね。でもね、まあ今は死んでないと思うけどね、昔は多分あったと思うよ、そういう話は聞いてるよ、やっぱりね。見たことないか分かんないけど、僕は。怖いと思うよ。だからこれ今ほら、今車が通るようになったからいいけど、昔は通れなかったからね。そう、通れなかったんだよね。通ってるから、通れるから今こう車来るんだけど、通常は昔はね、ほとんど走ってなかった。女性の霊がいる。でも女性もすごいよね、こんな暗いとこで首吊っちゃうんだから。逆にその勇気あったら、なんか社会に行けるような勇気ありそう、ありそうなんだけど。そう、めっちゃ暗いよ、だってここライトないと。だ、見つけてほしいんだろうね、この辺だとね。見つけてほしいんだよ。なんかないかな。あ、見えた。あれ、そうか、隕石。あれ、そう、あれ、そう、もう10時じゃない、ほら、これじゃない、これ隕石。 YouTube だけ見えます、今のところ。地球に最接近してる隕石です、今。これか、これか、
どっちだ今、ここだけ雲がないんで、今のところだけ。なんかそれっぽいな、なんかあれか、見えた今最接近してんだよ。なんか車どんどん来んな、こっちが。あれかな、でも結構見えるな、光ってる。見えたでしょ、地球から見えるって書いてあったよ。なんかあのね、双眼鏡あればかなり見えるっす。だってかなり近いんだよ、月よりかは内側に来るから。月が見えるわけだから隕石も見えるわけよ。だから危ないって言われてるんだ。だから今日のとその2日前のやつがね、かなり、あ、昨日の朝が一番やばかったんだって。そう、雨降っちゃったから見えなかったじゃん、昨日の朝は。だから実際はあのかなり近づいてたんだって。今回よりかはかなり近づいてるっていう。ちょっと YouTube なの見えますね、今。ほら、これかな。これは無料でいいですよ。これが当たったらだって結構やばいよ。150から200メートルあるから溶けないでしょ。ちょうどね、あの雲の谷分かんないんでね、星かもしれないし、どっち側に見えるっていうの分かんないから、だからね、この辺すごいでしょ、光の。ほらすごいでしょ、ほらこれ、このパワー分かりますよ、ほらこのパワー、ほらすごいでしょ、ほら飛んでてるでしょ、ほら見て、すごいでしょ、ほらビー、ほら近づくと、ほらね、これ規制前なんでいわゆる攻撃用ですから、これ攻撃用。ほらこれで目狙っとけばもうすぐ目つぶしになるんで、すごいでしょ、これ規制前はこんなのいかないからね。規制後のやつはこんなパワーないんで。パワーすごいでしょ。だからこれは問題になっちゃったからね。そう、変な使い方するバカがいるから。そう、パワーすごいでしょ。あ、そうだ、ここだった過ぎちゃったよ。ほうほらね、見えますよこれ。ほらピーってね、なんか結構車いるね。何やってんのこれ、下でレーザーポインターです。すごいでしょ、これ照射がね。もうカラスの一発だよ、当たるとね。カラスの羽で当たったらそっこり逃げるからまあ一番効率がいいね、あのドアの鳥とか。なんかやってんね、あれね、タイヤ交換してんの。はい、じゃあ次行きますか。どうでした、ここ涼しいな。ここにもう一回いる、ここにいるか、ちょっともうちょっとここにいるか。お疲れ様です。暑いよ、ここ風来ねえと。風こねたら暑い、開いて、2軒目ね。見れてよかったでしょ、これなかなか見れないと思うよ、このものは、ものに関しては。まあ幽霊出るか出ないかわかんないけどね。そう、それだけそのなんていうのかな、この標識っていうのはなかなか見れないパターンが多いんですよね。まあ、探してもあの見つけられないんで、そう簡単に。それだけないん、多分神奈川県ないんじゃないかな、多分。他見たことないよね。まあ行ってないとこもあるかもしれないけど、山北とか行ってもないもんな。あ、入っちゃったよ、蛾が入っちゃった。やばいな、出すんだ。ちょっとまだ開けよう。どこにいる？ちょっと待ってね、一回ライトで。いや、これね、英語でね。ガガ。
ちょっとライター当てるわ。ETC カードが挿入されていません。ライターって逃がすか。アルコールかけよう。ガニアカを。今やったら無料みたいなとこ行ったんだよな。あれ配信。熱い。開けといて、開けといて、どこだ、いるの、ライト当てると出てくるんだよ。どこ行った、あ、ここにいた、ここにいた、くっついてやる。しました。困ってやがった。エアコン入れよう、暑いから。こんばんは。いつもの場所を表示します。ガだよ、ガ。ガがいた。入ってきちゃった。さっきのところで入っちゃったんだよね、多分。アルコール消毒。エアコン入れよう、暑い。ジメッとするわ、ここ。うん。じゃあちょっと待っててね。よく通る道に規制、渋滞はありません。どうですか、あの、その他の危険を見て、皆さん、感想は。意外とあれでしょ、あの、見たことないでしょ、標識的には。初めて見たって感じでしょ。簡単に言うと、びっくりマークって言われてるのね。かなりそれだね、1月に、2月頃行ったんだよね、見つけたんだよね、それでね。うん、それで見つけたの。たまたま行ったら見つかったの。見つけたの。で、4カ所あるのを見つけたんだよ。最初2カ所しか行かなくて。最初4カ所行ったんだね。行ってね、あ、4カ所以上はないのを確認したんだよ。見てたの。ずっと Google マップで。あとはないんだよね。奥にあるのかなと調べたんだけど、なくて。この4カ所だけなんだよ。あそこで何やってんだろうね。なんかタイヤやってるっぽいね。工具で。走り屋。こんな暗いところでやんなくたってね。なんかやってるよ。うん。これいけんだよね。これいけんだよね。つながったんだ。いや、タイヤ上げてないけどね。なんかね、電気の音してるよ。うん。ないでしょ。いや、ないよ、なかなか。あるとしたら山北とか、そっちの方だってあるかも。窃盗団だったら多分狙うでしょ。うん、窃盗団はないんじゃない、ここでやんないでしょ。ここ結構車通るよ、だって。ほら。通るでしょ、意外と。うん。ないない。狭いんだよね、ここね。逆から来てんのよ。 U ターンしよう。しかし暑いね。
なんかね、風がないとジメッとするやっぱ湿度高いんだね。こう結構来るんだよね。こういうところに置いてるとわかるんだよね。こう狭いんで結構ね、裏水使うんだよ。風ないよ。あるといいんだけど、じゃ散歩道になってるね。方向、この先、レベル3取締エリアです。こういうとこにありそうだけどね。こういうとこに意外とあるんで、山とかね。見てるとやっぱ山が多いよね。大体。これは都心でないもん、普通は。意外と見てんときないよ、やっぱり。だそのうちでも流れんじゃん、ネットで。暑い。結構ね、車来るんだよ。いや多分わかんないと思う。だって車通らないとこにあんだもん。だって車通れないとこにあんだもん。だってまず気づかないよね。その事例がすごいんで、車があるとこにないっていうのが初めての業界初ってやつも、うん、それか例えば車とあのチャリンコと歩行者の事故多くてつけてる可能性もあるし、分からんね、そのね、その意味がね。一回聞いたことあるんだよね、おまわりさんに。その他の危険ってどういうとこなんですかと。いや、ほとんどないですよねってことで、そんな感じなのよ、みんな。うん、私も見たことないですとかなんか言ってたよ。よくあるじゃないですか、お化けが出るようなとこに。あ、そういう噂もありますよねってぐらいしか教えてくれないけどね。そう、謎なんだよ、本当に。で、そういうとこ電話しても教えてくれないからね、基本は。タブーなんじゃない、だから。言えないんじゃない、だから。うん。何かがあるんじゃない、だから何かが。言えない何かが感じる。言えない何かがあるんで、多分。この付近、中近重点エリアです。やっぱ湿度高いね。エアコン入れると湿度が低くなるもん。エアコン入れると。高いわ。90何パーセントだね、これ。ジメーっとするもん。汗かかないんだけど、気温が低いからまだ。意外と22度ぐらいだから涼しいんだよ。でもね、やっぱね、乗ってたら分かるよね。エアコン入れないとジメーっとしてるもん。入れると湿度が下がるから快適って感じ。うん、あ、でもお腹治ってきたよ。おかげさまで、なんとか。もう痛くなくなった。あれ、入れてないよ、俺。すごいでしょ、帰ってきたの早かったんだけど、入れてないよ。うん、だから電気代まだ2800円だもん。そう、よかったよかった。まだね、6月はね、電気代がまだ2800円なんですよ、俺。めっちゃめちゃ安いんですよ。うん、ここにあるかなとかないでしょ。安いでしょ、皆さん多分驚くか。いや、夜は入れるよ、夜は。節約だから昼間は入れないようにして、なるべく。扇風機でなんとか。扇風機でなんとか。そう、なんかね、ちょっと話してたら良くなった。やっぱ違うでしょ、俺体調悪いときって喋れなくなるじゃん。ちょっとマジでって、なんかお腹痛いです。
最初の子痛かったんだよ、やっぱり。ちょっとずつ忘れかけたの、こうね。今だいぶ良くなった。あと、整腸剤が効いたかな。効き出してきたかな。意外といいよ。これ人形じゃないんだ、スタンド。こっち側から行くとね、あそこの現場に行けるんですよ。でも多分わかんないよね。ね、ありがとうございます。火事の現場。あ、全国ニュースに載った火事の現場。火事現場。その信号曲がるとすぐです。だこの辺すごかったんだよ。この辺マジで。火災現場です。ここすごかったと思う、煙が。赤と回ってないよ、赤と。なんか赤くなってた。あ、違うんだ。パトランプみたいになってただけだ。まだ壊してないでしょ。だこの辺煙がすごかったと思うよ。こっち側に来てたからね。そこだよ、そこ。そこ。ここですよ。ここ、ここ。あ、ここじゃねえや、この次だ。ここ、ここ、ここ。ここ。どうなってんだろうね。わかんねえな。あ、何もやってないね。建物あるよ。でもあるね、建物あるね。2回火事になったんでね、月曜と金曜になった。建物ある、まあ言ってもしょうがないに見えないんで、燃えたとこは落ちちゃってるけど、違うとこ行きますよ。一応通っただけ。守衛がいるからね、ライト当てると来るんだよね。ここは事故現場だね。左側事故現場だ。ここはね、だからエイジアンっていうところなんですよ。エイジアンっていうと 何かって分かんないでしょ、皆さん。簡単に言うと毒ガスです。毒ガスが埋まってますよっていうエリアなんです。あるね。まだやってないんじゃない、だから。できないんじゃない、原因が分かってないから、多分。二次災害とかも怖いから。だから毒ガスとかもあるじゃん。だからやっぱりそういう、なんか調査入ってから全部 OK ですよっていうのは壊せないんじゃない、そう。花束なかったな。で、これ尾崎橋ね、尾崎橋。そう、これエイジアンク。あそこに毒ガスのマークがあるんですよ。ここに、ここにちょうど毒ガスのマークがあるんですよ。あの看板が毒ガスなんですよ、宇田川上。これ毒ガスです、ほら。左側にちょっとピンと、あ、でもダメだな。左側にちょっと見えるでしょ。ドクロのマークが。ドクロのマークが。そういう感じ。こう行ってみる、じゃあ、ちょっと。ドクロ。
ドクロ見てみます。ドクロ熱い。ドクロマーク見る？見る？見たい？いや、ほんとやばいから。エイジアンって書いてあるから、ほんとに。調べてみな、ちょっと。ネットで。エイジアンってなんだろうって。いわゆるここ、旧日本軍のね、毒ガス工場だったんです。はい。ね、お疲れ様ね。毒ガス工場だったのよ。で、まだ眠い。毒ガスが。しかもマスタードガスだから。マスタードガスだから非常にやばいんだよね。神経ガスだから食らうと被爆しちゃうんだよね。被爆して死ぬというわけ。簡単に言うと。それがなんか30センチぐらいから発見されてるのね。30センチから2メーター、3メーターぐらい。だからさっきの工場のとこはもう本当に一番危ない。でしかもその工場っていうのは昭和24年できてるから、もう多分撤去なんかしてないんだよね、簡単に言うと。で埋めてるんだよ、かなり。でこの辺は今こっち左側の方はやってるのね、今ね。ここで発見されたのよ、この先で。簡単に言うと。そう、まあ今から80何年前、まあだから70、そうだな、今9、今年で9年なのかな、昭和20年だとね。でこのね、速度ね、ここで見つかっちゃってるね、発見された場所。でこの裏側に、この立ち入り禁止って裏側にあるんですよね。怖いんだよね、こうね。ほら、わかります？ほら、ドクロマーク。ほら、エイジアン区域って。見えたでしょ。ちょっとピントが合わないけどね。裏側に貼ってんの。ドクロマークあったでしょ。エイリアン区域じゃないよ。エイジアン区域ね、お客さん。エイリアンとあれじゃないよ。UFO じゃん。宇宙人がいるエリア。だこの下にで発見されてるわけよ。この下でね。でもここは終わってるんだよ、もう。で作業員が被爆しちゃったわけね。いや、牧山さんがエイリアン区域とか言うか。だから分かんないと思うよ、普通に。なんかドクロがついてんなっていうのは思うけど、普通の人は分かんないと思うよね。そう、見えないうちにしてんの。これ隠してんだよね、これね。これ隠蔽してんのよ、分かんないように。だこの間火事の時も、そのエリアっていうのを絶対言わないじゃん、マスコミは。絶対知ってんだよ、マスコミ。多分報道規制入ってんの。だからあれで、例えばエイジアンで毒ガスがね、眠ってますよって言ってて、それ言っちゃうとみんなパニックっちゃうじゃん。でしょ。だからそれを防止するために言わない。だからここだって僕この工場だってエイジアン区域だからね、何も言ってないんだよ。だから危ないんだよ、そこも。エイジアン、そう、エイジアンね。そう、調べてみな、ちょっと。調べた？皆さん調べないで、ね、分かんないじゃん。僕の信用してもいいの？
だからエイジアンっていうのは国のあのいわゆるあれなんだよ、いや危険エリアなのよ、うん、だから要は毒ガスとかね、うん、そう俺のだから昔からはあったと思うんだけど気づかなかったもん。最近だよ俺気づいたの。こう十何年やってるけど、ちょうどねあのちょうど向こうがあるでしょ、こっちが、ここで見つかっちゃったんだよ、この金網の中で。いわゆるこの KO 土作る時にそこに毒ガスが眠ってたらしい、このあの奥の方で、うん、だ当然このアサヒファイバーだってこの中に眠ってる可能性がある。そうそう、エイジアンそれ決断と飛ぶ通り、うん、エイリアン区域はダメだよ、エイジアン区域ね、うん、あ、そうなんですけどね、お仕事今3件目なんだけど、もう今日これで終わりになっちゃうと思う。今日不調の中頑張ったんで、そう、うん、今日はねだからすごいとこ行ってるよ意外と。そう、この前のモードの時はね、あのびっくりマーク行ったんですよ、びっくりマーク。そう、うん、うん、そうだ、この辺りがみんなそうで、今ね区画整備やっててね、向こう側やってんだよ今、向こう側は、向こう側もうさら地になってんのね、で全部掘って やってんのよ、うん、例のところ行ってきたんですよ、あのドクロマークだ、びっくり、そのびっくりマークと、これはドクロマークですよね、それなんかなぜか お地蔵さんがあるんですよここには、うん、でお地蔵さんあるでしょ、でここ結構昔事故終わって死んでるんだよね、そこの金網にぶつかって、うん、で明るくしたの。そうで、この先ではあのこの間ね、去年だっけ、去年の暮れあたりぐらいに、11月頃ぐらいに高校生のバイクがこの道路を止めてる大型トラックにぶつかって死んじゃった、うん、だからほんとこの辺り怖いんで、火事起きると毒ガスにもし瓶が割れちゃったらね、気化しちゃうんだよ、マスタードガスってね、ガスに今ねビール瓶の中に入ってて固まってるわけよ、それが割れちゃうとパンって気化しちゃうの、酸素に触れると。そうするとパーって煙が出るわけよ、その煙を浴びたらもう被爆なの、それがマスタードガスなの、うん、それをモーラに食らったらほぼ死んじゃう、うん、1日2日で死んじゃうってレベル、もうもっと早いかもしんない、うん、4つのびっくりマーク言ってたのさっき、録画見て後でね、うん、そう、国の事案ってことわかるでしょ、やらなきゃいけないわけよ毒ガスは、うん、だそれをなんかユンボーで壊しちゃって離れてんのに被爆したんだからね、作業員被爆してるぐらいのパワーがあるわけよ、でそれを調べたらなんかね、まだね 70% ぐらいの能力はあるんだって、うん、70年ぐらいの時に見つかったのかな、そうだね70年。はい、伊沢さん、おやすみさん、またね、よろしくお願いします、ありがとうございますね。そう、恐ろしいよ、こんなん眠ってんだよこの下に、うん、確かね去年かな、このドブ側に煙が出たんだよ、その時になんかね俺ちょっと病院行こうと思ってね行ったら、なんかやけに渋滞してんなと思って、救急車とか消防車いるなと思ったら、消防はなんかねガスとか言ってたの、毒ガスとか言ってたの、そう、うん、ガスがなんか漏れす、だからそこにいたんじゃない、ガスが、だ危ないんだよこの辺りって結構、うん、命がけなのよ、うん、そうそう、だから向こうはみんな立ち退いてるよ、立ち退いて、うん、うん、そのあっち側からやってんじゃないかな、工場ができないじゃん、なかなかこれ壊してまた新しくするのはなかなかでしょ、うん、だからこういう更地のとこはやってんじゃない、うん、駐車場とかは一回やってんじゃない、うん、多分ボーリング調査やってると思う、
上からビーってこうなんか時期があるかないかでなんか、うん、一応工場もやったんだやったらしいんだけどね、できないとこもあるからね。毒ガスやばいよ。しかもこの裏側にも入ってんじゃねえのこれ、もしかしてこの裏側にもまさかまさかのまさかあったやっぱりやっぱりあった。ちょっと今嫌な予感したんだよね、初めて見つけた。これ相澤さん見つけてないでしょ。あるしここにあるし、なんか嫌な予感したんで今ちょっと初めて見てみたの。注意とか言ってもわかんねえよな本当に。あるよここも。それ俺も見つけなかった。なんかこの白い看板の裏側全部危ねえんじゃねえのと思って見たの今。見つけちゃったよ。ここも危ねえんだよ。だからここもわかるでしょ、こんなとこなんだよ。なんで見えねえとこに隠してんだよ。ドクロマグやばいよね。だって注意とかでもこんなの見えないところに書いたら意味なくない？なんで裏にすんのこれ。見つけちゃったよ。ってことはちょっとこっち側も行ってみる。白い看板があると危ねえんだよ、裏側に書いてんの。見えないようにやってんだもん。だからこの裏側にも書いてんじゃねえの、これポイ捨て。まさか。あ、これはないな。これはなかった。でもここももう直してあるからね。もう大丈夫だと思う。もうここほら、コンクリートになってでしょ。うん。ここも終わってんでしょ、そう。ほら、もうコンクリートになってでしょ。だから全部終わってるの。うん。やばいよ、マジで。あそこにもあると思わなかった。意味ないよね。だって隠してんだもん。ここでしょ、その他の危険って。はい、ブレザーの佃煮。仕事終わったら遅いね。みんな、ご苦労様ね、土曜日までね。今ね、ドクロマークがあったんだよ。また見つけちゃった、新たに。こう、電波悪いんだよな、確かな。悪くなっちゃうんだよ。あ、もう悪くなっちゃうんだよ。だから悪くなったら終わりね。そう。こう電波悪くなっちゃうんだよ、先まで行けないんだよ。なんか電波悪くなっちゃって、うん、ちょっと見ながらやってる今。まだ行けそうだ。やばくないこれ、隠すなよ。あ、行けそうかな。やばいでしょ、だって隠してんだもん。あ、でも2本だ。もうダメか、限界か。あ、遅延になった、遅延。ダメ、ここお電波弱いんだよな。ほら、張ってるじゃん、3個目。ほら3個目、ほら3個目見える、ほら3個目貼ってるよ、裏側に。この裏に貼ってるよ。え、この裏も貼ってんじゃね。ここで、ね、電波横なんだよ。3個あるよ、もうほら、ここも絶対あるよ。あそこ、あそこにも貼ってあるじゃん。わ、貼ってる貼ってる貼ってる。4つ目、これ4つ目、4つ貼ってるよ、ここ、ここやばいんだよ、ここ4つ貼ってるよ、4つ、だから白い看板の後ろに全部貼ってんだよ、これドクロマーク貼ってるよ、全部。いや、だから見つかったのここだから、こないだの毒ガス見つかったのここだから、ここだからね、ちなみに。それは当然張ってるよ。ここでやったんだからね、ここで。
うわやばい、うわうわ、毒が、お腹が痛くなってきた。助けてくれ、毒が。やばい、毒ガスが。やべ、神経ガスやられたか。こいつか。待って、これ以上は無理だ。酸素が厳しい。戻あーやばい、気持ち悪い。戻ろう。やばい、このガスだ。あーちょっと待って。やば、マジやばいわ。朝岩井はもう毒出すなよ、お前毒出すなよ。あの煙がなんかもろなんかやばい。だこれ見つかってんだよ、ヤボさん、これ見つかってんので、しかもこれ有毒だよ。なんか朝岩の煙がこれ吸ったらなんか気持ちよくなってんよ。やば、見てわかるでしょ、これ前の道路だよ、前の道路だ。この人はやってねえんじゃねえ、この人はやってないでしょ。横断歩道あるもんだって、これやってないでしょ、これ。そっちはやってもこっちやってないでしょ。 VS ガスだ、やばい、助けてくれ、危険だ。マスクしないと、毒ガスマスクしないと。だからこういう看板どこの裏には絶対貼ってあるんだ、関係者以外ね。じゃああそこも貼ってんの？来ない？来ないね。これも貼ってそうじゃない？なんかこれこれこれも貼ってるでしょ絶対。これもうほら貼ってた、5個目いっぱい貼ってるよ。これこれもほら貼ってるじゃん、貼ってるよ、みんな貼ってんだ。あ、ここ貼ってないんだ。うわ、なんかいた、ゴキブリだ。あれも貼ってるでしょ、多分。毒ガスばっかじゃねえか、これも貼ってるよ、絶対。これ見えるかな。あ、貼ってるわ、見えにくいけど。汚ねえんだよな、これ。ほら貼ってる、6個目貼ってる。この裏絶対貼ってるわ。はあ、みんな貼ってるわ。やばくない？ちょっと、だみんな貼ってんだ、白い画面に。だからここやばいんで、やってないじゃん、やってないじゃん、やってなくないこれ。大丈夫、あ、やってるな、ここだけ。すごいよ、ここ電波いいんだよね。もうだからみんな貼ってるとこは全部、あの日本のね、ネクスコのとこは全部毒ガスマーク。やばいね。もう毒ガスばっかじゃん。だから分かるでしょ、ここであるってことは、もうこの工場なんか古いんだから、なおさらあるよってことなの。本当だよ、もう死んでるよ、すずさん。埋めたやつは死んでるよ、もう年齢的に。うん、もうぶっちゃけ、ね、埋めて責任者だともう40ぐらいじゃ、その当時に。ね。40ってことは、今生きてたら120だよ、ほぼ。そう、だから大体120ぐらいだよ、ほぼ死んでるよ。
その当時ね、埋めろって命令した人はだいぶその上官だから、まあ死んでるよね。うん、昭和20年に生まれた人がだったら0歳の人が今78だからね、今年79だからね。うん、そう、かかった人はだからもうほとんど死んじゃってると、うん、亡くなってると思う、残念ながら。だから国があのね、大至急にやってるわけよ、調査をね。ここにもある、だからここ全部あるんだね。うん、ラジオ体やってるよ。ほら毒ドクロ毒体操やってる、体操細道、あのね、ここだからそのエイジアン教育って、あの昔どその寒川でお毒ガス発見された場所なのね。で今国のこのエイジアン区域になってるのね。気をつけられてます、マキさんね。でこの間そこが燃えちゃったのよ、そのエリアでね、区域の、これ全部、これもそうなの、これもエイジアン区域なの、こっちもね、やばいでしょ。そうそう、はい、運動して、体操の時間だよ、ほら仕事前に体操やってください。やばいんだよ、これあってもあれだよ、エイジアンだからね、あれもエイジアン、全部エイジアンだから、向こうの奥まで、あのちょうど銀河大橋のところもエイジアンだから、全部どこに埋まってるか分かんないんです。書類もないし、そのね、発見されてそのパートさんの女の人がね、その発見した時まだ生きてたわけよ。でその結構埋めてたっていう証言をしてるわけよ。それで動き出したのよ、政府が。うん、はい、5、はいはい、頑張りましょう。はい、手を振って、1、2、1、2、1、6、7、腕を振って回しましょう。はい、1、2、3、4、はい、今日も一日ご苦労様です、事故のないようにってそのうち我々言うから。やばくない、ここだから、ぶっちゃけそこ全部 A 字案だからね、ここも全部、この下だってそうなのよ。うん、どこに眠ってるか分かんないわけよ。うん、大丈夫、体操やってる、マキさんも。あ、消えた。うん、だ非常に危険なんだよ、この辺りって。うん、まあ基本的にはね、だからああいうふうにタイムカード、これから夜勤だからね、だから今から夜勤ってことは11時から11時だと8時までやるでしょ、これ多分朝の、多分、うん、で8時まででしょ、これ多分1時間休憩で4時頃休憩なんだよ。うん、ひどすぎる、じゃあ、だからすごいよ、今向こうやってるよ、頑張って、そう、夜勤始まる前ので、これ朝礼やって変わるんじゃない。だ8時から5時まででしょ、で多分もうちょっと早く来てる、そのいるんだよ、多分3直ぐらいでやってると思う。だ10時までだから、多分10時だとあれだよね、1時頃から仕事の人だよね。そう、そういう感じだったんですね。始めましょう。6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。もっと鋭く肩を上げて。24、25、26、
27、28、これ仕事やる前は疲れちゃうじゃない。ロープが、あ、臭いな、ここが。36、37、38、39、40やってるね、仕事。42、43、44、45、長くねえかこれ。誰もやってねえと思うよ。50までやった。疲れちゃったよ。これ仕事する前にやるもんじゃないでしょ。ご安全に終わったみたいです。うん、ご安全にね。あ、疲れちゃったよもう。だからこれ全部エイジアンなんですね。全てにおいて。だどこでこの毒ガスが見つかるかもわからない。いやアサヒファイバーだからガラスでしょこれ。ガラス。ご安全にね。疲れたもん。はい、なったよ、ほら。はい、仕事開始してください。体操終わって今から仕事開始です。あ、これ終わりかな、終わりかな。仕事が終わった時間なの。このチャイムを聞いたら、後に何かが起きる。知ってました？大丈夫？毒ガス大丈夫？なったら帰ろう。チャイムなったから。今日も一日頑張った。汗かいちゃったよ、もう。学校みたい。工場ってそんなもんだよ。だからあんまりいい、なんかこれ見てわかるでしょ、この汚れ見ててわかるじゃん。いい、汚いじゃん、川が見て、ほら。汚くない？これロープあったとこなんですね。いや、あんなとこにもあるんだ。疲れちゃったよ、もう。暑いもんだってお腹痛かったし。そう、暑いんだよ、さじなさん、外何気に。ちょっと動くと暑いのよ。湿度が190何パーセントあるから。いや、このエイジアンびっくりした。ここにもあると思わなかった俺。怖いねこれ。いや、これただことじゃないよね。注意だもん。帰ろうってすぐなったから帰るよ。もう頑張った。今日は一箇所だけかなと思ったけど、三箇所行けた。ちょっと休憩。どう？いや、怖いよね、これ。ぶっちゃけ2、3メーターで埋まってるんでしょ、だって、ビール瓶が。なんかね、そのね、マスタードガスが保管されてたガス管みたいなのあるじゃん、タンク。タンクがちなみに30センチで発見されてる。そのままむき出しで。マスタードガスがね、保管されてるタンクあるでしょ。あれが地上から30センチで発見されてる、ここ。何気に。何気にね。わかんねえ。30センチだともうこんなもんだよ。ね。15でしょ。まあ、30、このぐらいかな。こっからこのぐらいかな。距離的に。ちょっと掘ったら出ちゃうってかさよ。非常に危険だよ、だから。それ考えちゃうと。だから最低でも30センチでなんかあるかもしんない。で、一番深いとこは多分2、3メーターなんだって。見てると。だから今こういうなんか金属探知機みたいなのじゃん。あれでなんか探して探ってるみたいな。だからすごい時間かかるんだよ。専門のプロにやってもやってるからね。時間かかっちゃうの。怖いでしょ？マジで。じゃあ調べたらね、マスタードガスが保管されたタンクがあって、それが出た時は30センチだって書いてあったのよ。30センチって。まあここは全部多分終わってるの。もう全部やり終わって、これ終わってから向こう行ったから、
ただこの道路とかはあのやった時に全部やってるから、ここはね、ここはもう安全なのよ。慶応道作る時に見つけちゃったから。うん、ただあっち側はここの道路はどうだろうね、やってないような感じがする。あ、でも慶応道ある時前はなかったから、やあれだよね、やってるね。向こう側もあったのかな、向こう側あったかな、いやどうだろうな、わかんねえな。今から14年前はあったもん、もうすでに道路が。でも確か14年前って慶応道できてなかったよね。あ、できてたわ、できてた、あったもん、もうあった、土台があった、あったな。女性の悲鳴が、マジスーさんたまに当たるからな。うん、だから17年前はあったのかわからないんだよ、僕も。14年前はもう確認してるからわかる、道路はあって、上もあった、ただでこんな電気がついてなかったの。最近なんだよ、明るくなったのは。そうで、このような状態だった、はっきりなったよ。またあ、11時が仕事なんだな、これな。いや、もう一般家庭のとこはみんなあれだよ、あの立ち抜きさせて、あの終わったとこから新しく区分で分けてる、うん、家をね、新築。そう、それ全部国がやってくれてるから、で多分お金もらってると思うよ。お金は結構いい値段で立ち抜いてるから。で会社も全部、あのちっちゃい向こう側はみんな立ち抜いたよ、全部全部立ち抜いた。でこういうでかいとこはやっぱ立ち抜けないんだよ。だどうすんだろうねっていうことだよね。そうだ、燃えちゃったとこあるじゃん、さっきの燃えちゃったとこは多分、まあ、国が入ってる、入ると思うんで絶対ね。 それででも調査すると思う、調査してからだと思う。うん、だもう危ないじゃん、だってまだ瓶があって、もしねね、ユンボでパーンってたら割れちゃうんだよ、割れちゃったら被爆だよ、パーンってガス出ちゃうから。え、知らないの、みんなマスタードガスでどういう感じって、ビール瓶にこう詰まってんのよね。要はだからなんていうのかな、液体化っていうかね、液体化っていうかもうくっついちゃってるの、固まっちゃうのよ、固まってる状態で入ってるのね。でそれが割れると、酸素に触れるとその固まったやつがふわって酸化しちゃうっていうか気化しちゃうわけ。そうするとガスが出るのね。ガスを吸ったら、直に吸っちゃったらもう多分おそらく死亡。うん、でその濃度を見ると、まあ老朽化してんだけど 70% ぐらいの危険度があるんだって。ホットドッグかけるようなやつじゃないんだけど、目見てみな、あのビール瓶見てみな、あの固まってるから、固まってるやつが割れちゃったら気化してガスが出る、ピョって。そのガスをもし例えばね、こういう土とかについちゃうと、もうここの汚染されるわけよ。だから全部この、ね、その汚染された土はなんかその処理場に持ってったみたいね。うん、全部、うん、やばいと思うよ正直。黄色いガスなのか分かんないけど、中身がどうだったっけ、見た中身な、何色だったかな、なんか黒っぽいのもあったよ、なんかビール瓶が黒っぽいのもあったよ。うん、ビール瓶が、そう、なんかビール、こうなんかビール瓶があって、古いビール瓶があってね、その中がコーラみたいに真っ黒なのもあった、あった。うん、いい、お疲れ様ね、タジナさんね。だいぶ良くなった、でもね、なんとかできてよかったね。来週がちょっと分かんないからね、雨で。いや、息ができないっていうか、まあ、神経剤だからね、神経ガスだから、あのどうなんて言ったらいいんだろうな、例えば目の前に置いてってパーンっていったら多分かなり被爆するから、そうなっちゃうともう厳しいかなっていう感じ。距離があれば多分この風向きで来るじゃん、ちょっとぐらいだったらまあ被爆はするけどなんとか治るかもしれない。うん、そう、すぐ処置すればね、あ、息ができなくなるね、やられちゃうから。いや、ピリピリっていうか、もういきなり気失うと思うよ。うん、うん、あの無力だったら多分もう無理だろうね。で今回のあれは距離があったみたいだから、被爆はした、全員被爆したっていう回だったよ。うん、なんか距離はあったんだけど被爆した、だから目の前でやってたらもっとすごかった。だあれは 何に使うかっていうとね、例えばね、戦争の時にビール瓶を投げて割って相手に投げるわけよ、なってそこで被爆させるわけよ。
簡単に言うとね、その毒ガスだから、うん、だから実際その工場で働いてた人も結構死んでる人もいるんだってやっぱり、うん、でもむごいことにその工場を働いてる人はそのね濃度を見るために実験台になった人もいるらしいの、うん、わざわざ被爆してね、いやベトナム戦争じゃないよ、太平洋戦争の時だよ、その太平洋戦争の瓶がここに眠ってるんだ、だからここが工場だったんだって、ここ周りが全体的にさっきの燃えたとこあったじゃん、あそこがもうぶっちゃけ軍事工場だった、化学工場だったの、旧日本軍で、ここ全部そうだったの、全部がその旧日本軍の、だからぶっちゃけこの辺も空爆すごいされてるわけ、うん、だから死んでる人もいっぱいいるわけよ、うん、731部隊で、そのね寒川の方の洞窟っていうか、まあ、防空壕があったんだけど、そこにそのマスタードガスが1万2000本だっけな、いや違う、なんか何本だっけな、相当すごい数見つけたんだよ、でそこはもう封印しちゃったんだけどね、そう、うん、そう枯れ葉剤だから基本的には、だから最初はこうくっついてるのよ、ね、粘土みたいにくっついてるのが、それが酸素に触れることによって気化しちゃう、バーンって、うん、酸化しちゃうわけで、煙が出るの、ふわーっと、うん、そうそうなるとどうなるかっていうと、そのモルを食らったら死んじゃうってこと、うん、まあ見たらなんかね、1日うん、そうだね、嘔吐とかするって言ったね、嘔吐とか吐き気とかして皮膚が壊死しちゃうって、うん、まず壊死ってことは切らないと死んじゃう、うん、そう切らないと死んじゃうのね、うん、だからいわゆる糖尿病の悪化してるような感じ、そうでそれがもろ食らっちゃうと脳まで行っちゃうんだって、なんか脳までそう行っちゃうともう死んじゃうって言ったね、窒息するって、窒息し呼吸ができなくなるんです、要は肺をやられちゃうから、肺まで行っちゃうともうダメなんだって、死んじゃうんだって、うん、息ができなくなってすぐ酸素なくなっちゃって死んじゃうって、あとはそのなんていうのか、水ぶくれみたいな、こう分かる、水泡みたいに、うん、そういう風になっちゃうんだって、うん、すぐ洗わなきゃいけないんだって、なんかもうなんかそう言ってたよ、なんかだからね、結局こうつかないようにするためになんかこうカッパみたいなの着るんだよ、うん、やってる人はなんかそうだから、やってる人大変だと思うよ、被爆しないためにカッパ、夏でもカッパみたいなのを着てやるんだよ、長袖着て、うん、怖いでしょ、だからそういうもん、戦争だからね、あくまでもね戦争だから、うん、人を殺すための道具だからね最終的に、そうでも結構昔からそういうのはあったみたい、だからサリンは見えないじゃん、あんな感じで、だからサリンも持ってたしね、完全にね、俺ガス得意じゃん、ドイツもそうだよ、うん、ガスを吹いて、だからいわゆる神経麻痺でね、深呼吸っていうか空気、息ができないようにしちゃうわけ、窒息させるわけよね、残酷だよ、だからそれを作ってたんだから、ここでだから平塚のあの球場とかあるじゃん、あそこもそのエイジアンだからねちなみにあそこにも保管してたらしいからね、全部エイジアン、そう調べたら、でここでモロ作ってるわけよ、でどこで作ったのか分かんないよ、このどっかの建物のとこでその見つけてるからね、書いてないんだよね、細かくね、どこに見つかったっていうのは書いてないんだよ、うん、恐怖心を与えちゃうから、うん、だから怖いよ、だ毒ガスまだどんだけ眠ってるかも分かんないんだよ、そういう書類がないのよね、全部破棄しちゃってるから、あと噂だとなんかね、アメリカ軍に連れられてなんかね、その関係者が毒ガスをね、初島って知ってる初島のところに投げたっていう、こう証言も出てるのね、熱海の下にあるんで、島がその辺まで持ってって海の中に放置したんだって、毒ガスを、そうサーティガルで埋めたのもあるの、アメリカも知ってるんで、だそういう書類を埋めたって書類を書かないで埋めて、極印処理に困ってるから、アメリカもね、そう
そこにあの海に証言があったの。あの辺の海もだからでも割れてると思うけどね、海行ったら多分ビール瓶、割れてると思うよ。これは尾崎橋っていうところでね、だからこの川でも分かんないんだよ、下に眠ってる可能性があるから行こうと思った。分かんないんだよね本当に、鉄くずだからね本当に、ピント合わない、ピント合わない、なんでピント合わないよ。あった、だから非常に危険なとこなんでこの辺りって。でしかもこの区域がすごいのよ、向こうのさっきのとこまでだからね。ただ唯一救われてるのは工場だから、工場だ、ね、ただこの間火災起きたとこなのね。で向こう側のその銀河大橋の手前までそのエイジアンだから、だからここもあれですよ、ちなみにあのドクロマークですねここ全部でもここは多分やってると思う。もう危険だよねそうなるとね。行こうかなと思ったとこある。いやだ海の中だからもう多分割れてると思うよ多分、地上だと埋めちゃったら分かんないけどね、そう埋めちゃえばそのままね割れてないで状態で、でそれでも結構見つかったって言ったからね。これは見つけた時に被爆した時に周り掘ったらもういっぱい出てきたって言ったからね。何本埋めてんのか分かんないなって正直。で書類もないからどこにあるかっていうのも、その基地だったとこ全部だから要注意人物土地になってるわけ、すごいよね、これもだからエイジアンね、ここのここもここもここもエイジアン、全部エイジアン、ここもピント合わないな、なんかなんでなってるよね、なんで合わないの、ピント合わなくね YouTube、これ全部エイジアン、あそこの信号までエイジアンあの信号までそうだな、エイジアン全部エイジアンだから、だからどこに眠ってるか分かんないんだよぶっちゃけだから古い、みんな古いでしょ建物見て、結構古いでしょ建物見て、なんか古くないみんな、なんかもう作りが古くない、今風じゃないよねもうね、だからもう昔なんだよこれ、みんなそうじゃんほらね。新しいとこは多分その掘ってるから多分分かっ大事だと思うんだけどね、古いとこは掘ってないから多分おそらく眠ってる可能性も、昭和感あるでしょ、だから昭和のね二十何年後にできたやつはもう危ないんじゃない、ただ埋めててそのまま立ててるから、だこの川でこの間出たんだよ、あの煙が出たらしくてね、毒ガスが反応したって書いてあったから言ってたもん消防が、毒ガスって、みんな マスクしてんだよ、ほんとバス、もうそれも闇だよね、闇、たまたま通ったから聞こえたけど作りがほら古いじゃん、この下に眠ってると思ったら怖いよね、毒ガスがこの下だって見て、この路面悪くない、ほら直さないんだから直せないんだろうね、普通ならもう直すでしょこれね、これ直さない、これ割れちゃってるよだって、ほら直さないもんねひび割れちゃってるよこれ、直さないのこれ、なんか 上から持ったって感じしない、ここ手抜きで掘れないのかな、やっぱりこの辺危ないんだろうな多分、ガタガタ普通なら直すよね、なんかしかもこれ上から乗っけただけじゃない、なんかだから大型が通るから困っちゃうんだよね多分、みんなひび割れしてるもん、ほら地割れしてるじゃん、ほらすごいよこれ、怖いだからここ全部エイジアンなんですね、こっちも全てこのエリアが全部そのエイジアンっていう場所、
いやでも道路やってるから多分結構掘ってるから、多分ここはもうあれじゃない、見つかるんじゃない、あれば。しかもこれね、80年前ぐらいの道路じゃないでしょ、どう見たって。だからここは多分安泰だと思うんだよね。うん、この辺は多分もう見てると思う。はい、サジュンさんおやすみなさいね。ではね、お疲れ様ね、ありがとうございました。どうでした皆さん今日は。はい、どうでした。はい、じゃあ YouTube ね、ツイキャス終わりになります。ありがとうございました。また次回よろしくお願いします。おやすみなさい。ご視聴ありがとうございました。